まあ、福岡は地元だし、まあ、ももちゃんが最後のライブっていうのもあり、なんかまたいつもとは違う緊張感の中のライブだったんですけど、思い出に残ってることはねたくさんありますね。なんだろう、やっぱでもなんか3期生のみんなと結構ずっと一緒にいたので、なんか絆っていうんですかね、なんかすごくより一層なんか好きだなみたいな感じはありました。あと葉月がねずっと新幹線とか移動中も隣だったし、全部の地方楽屋の席隣でずっと葉月と一緒にいたなっていう思い出もあります。うん、楽屋ではで、ご飯もねいろんな土地の食べ物を食べれて満足です。最高でした。まあ、ももちゃんとも最後までたくさん思い出作っていきたいなと思ってます。もうすぐだね、もうだって8月終わっちゃうもんね。寂しいですよね。でもみんなでたくさんいい思い出作っていけたらいいなと思います。いっぱい触りましたよ、ツアーではももちゃんのことなんかいつもの100倍ぐらいずっとスリスリしてた行かないでっていう気持ちも込めて、実は、はい、ちゃんと見送れるように頑張ろう。言霊法最高だった、ありがとうございます。言霊法ね、最後にやるときみんなで集まって、あ、最後だねって話してて、最後以外もあのいろんな地方でやるときに、あと何回だねとか、リハ入れてあと何回しかできないねとか言ってて、あ、最後だねっていうことを言ってたら、なんかすごい不思議な感覚になりましたね。なんか最後って来るんだねっていう話をしてました、4人で。うん、みんな結構ライブ見てくださってありがとうございます。始まりがあれば終わりもあるもんね。そうだね、ね、最後の逃げ水もなんか切なかった。スクショタイム、ここに来て、はい、あごしゃくれて、はい、ズッキュンしてみる、ズッキュン